仲間との冒険、喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空を超えるライバル。時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーローズ、立ち上がれサギンガイチヒーロー。激闘の超時空トーナメント、襲来する国威の戦士たち。さあ残り15タック各所激闘が盛り上がる。よし、準備運動終わりか。ったく、さっき言ったろ、オラたちには他にやることがあるんだけどな。ただまあ、オラもおめえとはいつかちゃんと戦いてえと思ってたんだ。俺だって逃げてばっかじゃいられねえ。よし、行くか。行ってー。あったたたたたた。会場に戻るよ。あれ、戻ってきちまったんか。俺たちだけらしいな。やりましたね、ヤムチャさん。妖精は俺が捕まえた。感謝しろよな。ん？おめえらも戻ってきたんか。おい、もう一人のオラ、また絶対続きやろうな。あ、おお、あいつらもか。だけど他の連中どこ行ったんだ。妖精は三匹いた。ということはあとは負けたということか。負けたチームには消えてもらいましたよ。お、どういうことだ。彼らの存在していた時空ごと消滅したということです。何？アイオス様の大いなる使命のためです。さあ
早々に二回戦を。本当に時空を大勢の人々を消し去ってしまうなんて。アイオスはどこだ。時の巻物は返してもらう。はな、何が始まったんだ。相変わらずせっかちだな。やれるものならやってみろ。すさまじい気だ。あのマントのやつ早えぞ。それにお前も気づいたか、やつの動き、あれはまるで。面白い力を身につけたな、トランクス。だが、あなたは。技が止まった。二人とも素晴らしい力だね。ただガイラントはここまでだよ。大丈夫。あいつは先代の時の海王神です。時の海王神様。申し遅れたね。僕はこの大会の主催者アイオス、時空の先定者さ。中からワクワクして参加したんだけど、こりゃ普通の大会じゃなかったみてえだ。あのアイオスってやつも黒い服のやつらもとんでもなく強そうだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、時を超えた激闘、国威の戦士たちの脅威、絶対見てくれよな。